はい、皆さんこんにちは。新進両術整体のひらきです。今回の動画は、骨格的なところというか、まあ、肉体的なところからのお話をさせていただきたいと思います。まあ、僕新進両術整体ということで、心と体をねつなげて整えるっていうことを、まあ主としてやってるんですけども、まあ、心が整えば体も整う、体が整えば心も整うっていう、まあ、そういう、こう、まあ、皆さんね、これ見てる方だとなんとなく分かっていただけると思うんですけども、今回はその中でも、まあ、肉体的なところからっていうことなんで、肉体的なところどこを見るかっていうことなんですけど、いろんなところを見るとこあるんですね。お腹も見るとこあるし、もちろん脳とか見るとこもあるし、いろんなポイントあるかと思います。で、僕も普段いろんなとこ見るんですけども、今日は一つだけ、ピックアップしてお話しするのは足ですね。足首から下の足について、ちょっとお話をさせていただきたいと思います。で、まあ、なんで足から見るかっていうと、人間って他の動物ともう全く違う、圧倒的に違うところっていうのは、他の動物は4足歩行で歩いてますけど、人間だけ、なぜか二足歩行ですよね。で、二足歩行のくせにちゃんと立っていろんな運動をして、手先も使ってっていう、まあ、そういう複雑なことをするじゃないですか。で、他の動物からすると二足歩行で歩いてるっていうことがありえないですし、圧倒的にバランスが悪いわけですよね。でもその圧倒的にバランスが悪いはずなのに、なぜ人間は二足歩行で、安定して立ててるか、でいろんなことができてるかっていうことの、一番の、まあ、ポイントっていうのが足の裏の構造だと思います。で、まあ、これはいろんな見方があるんで、いろんな角度から見れるんで、まあ、今日はって今回はっていう話で、まあ、聞いていただきたいんですけど、足の構造ね、まあ、皆さんも解剖学とか生理学とかいろんなところで勉強されたと思うんですけども、ちょっとおさらいです。足の裏ってかかと側と親指側小指側でこう3点の支持支点があって、でこれがこう地面につくことで、まあ、内側アーチがあって外側アーチがあって、でこうね横のアーチありますよね。でこれが、要はしなってくれることとプラス、まあ、3点っていうことがポイントになって安定してくれるわけですね。でこれ、まあ、3点だけでももちろん安定しやすいんですけども、人間の足の構造っていうのはこれがしなるようにできてます、ね。しなることで例えばこうちょっとバランスで、ね、ちょっとこう、まあ、片足立ちしたりとか歩く時とかもこう何て言うかな、しなりながら着地してくれますよね。でこれでバランスを取れているということになります。でこのしなりが今なくなっている方が現代人はめちゃくちゃ多いんですね。まあ、いろんな問題あると思います。まあ、靴の問題もあると思うし、まあ、生活のね、まあ、本当にこう整備された道路しか歩かないとかね、まあ、子供の時に山で遊んだりとかしなくなったとか、まあ、いろんな問題あると思うんですよね。でも結果として足が硬くなってしまって、指がちゃんと使えて、足の指がちゃんと使えてないということによってバランスが取れずに、こういうしなりがなくなってしまって固まってしまっていることによって、ちょっと傾いたらこうやって浮いてしまうとかね、これでもうグラグラしてしまうと、これによって問題がめちゃくちゃ起きてます。で、例えば極端な話ですけども、こうやってしなって安定していると上ちょっとぐらいこう傾いてもバランス取れますよね。でもガチって固まってしまっている、全くしなりがない状態の人がちょっと足首がずれたりするとこう浮きます。でこの浮くのをバランスを取るために、浮いてるからこれバランス悪いですよね。これをバランス取るために反対の足だとか上半身とかでこうバランス取ろうとして、余計な力が入ってしまったり、骨格のアンバランスが出てきてしまって不調につながるっていうことになりますよね。でまあ、そういうことからして考えると、ここのバランスを取ってあげるということで、
いろんな症状の改善に実はつながっていくっていうことなんですね。例えば、肩が上がりにくいっていう人でも、足から見ていく、まあ、多分これ基本的なことなので皆さん意識はされてると思うんですけど、足から見ていって足のこの、まあ、角度ね、巨体関節の角度もそうだし、なんでしょうね、指が使えてるかもそうですけど、それプラスこれやっぱりしなりですね、しなりがあるかどうかによって、体の機能っていうのは全く変わってきます。で、なんだろうな、例えばこうしなりがどうとかっていうのがちょっとイメージしづらかったら、ちょっとこういうふうに考えてもらいたいんですけど、今僕普通の今この整体院ね、まあ、ちゃんとした床があって、その上で、まあ、今椅子があって座ってますけど、例えばこう立ってる状態の時、当然床は安定してるんで普通に立ってますよね。でも例えばこれがすごく不安定な吊り橋の上に行ったとします。すごい揺れる、ね、ってなるとこうちょっと腰落として体曲げてこうバランス取ろうとしますよ、ね、でめちゃめちゃこう肩に力入ったりとかしてバランス取りますよ。でこの不安定だから精神的にもちょっと怖くなったりとかしますよね。不安定になったりします。でこれと同じ現象が足の硬い人っていうのは無意識的にずっと起こってるっていうふうに考えると、いろんなことの辻褄が合っていくんじゃないかなって思うんですね。例えば精神的に不安定な方の足の裏触ってみると、もうガチガチに固まってるか、もしくはもうベチャーンってもう潰れてしまってるとか、そういうパターン結構多いです。でもそういう方でも足の機能をちゃんと取り戻してあげることによって体も安定するし精神的にも安定してくるっていう現象が、結構普通に起こったりします。なので、もうなんていうかな、膝がどうとか腰がどうとかじゃなくて、もっと言ったら体が肩がどうとか、そういうことももちろんそうなんですけども、精神的な、不安を持っている方、不安定な方っていうこと方にも足の調整っていうのはめちゃくちゃ重要になってくると思いますんで、ぜひねこの足の裏のこのしなりですねっていうのをこうちょっとチェックをして、で皆さんお持ちのいろんな手技いっぱいあると思うんで、もう普通にマッサージするだけでもいいと思うんですよね。あんまりこうガリガリ痛くなりすぎるようなのをするとちょっとまあ機能が落ちてしまったり、神経がねちょっとこうバカになったりとかするかもしれないんで、まあやり方はいろいろ考えないといけないとは思うんですけども、どんなやり方でも基本的には大丈夫だと思います。この足のしなりっていうのを取り戻すために、指はどう動いてるかな、指ちゃんとね、関節固まってないかなとか、足の指の関節、この円錐関節のところですね、中枢四節関節ですか、そこの関節も固まってる人結構多いです。ここどうかなとか、この足の甲ですね、足の甲のところも固まってないかな、ちゃんとしなりが出てるかな、この指一本一本の間ね、中枢骨の間のところも筋肉どうかなとか、足の裏の硬さどうかなっていうね、そういうのを一個ずつ見ていってあげて、でそれを、ちょっとずつでもね改善していけると、しなりっていうのが戻ってきて、それがいろんな体の不調の改善に、つながっていくベースに、なるかと思います。なのでぜひねちょっとこの足をチェックするっていう、しなりをチェックするっていうのを、一つ、日頃の診療に取り入れてみてはいかがでしょうか。これはね施術する側も実は大事だったりします。足の裏がちゃんと使えてる施術家、治療家さんっていうのは当然自分の体が安定しますし、まあ、いわゆるグラウディングがしやすい状態、まあ、できてるとはちょっと言わないですけど、しやすい状態になってます。で、やっぱり足の裏が安定すると精神的にも安定するし、エネルギー療法を使う方だったらエネルギーも出しやすくなりますよね。まあ、よく血に足がついてるとか血に足がついてないとかいう言い方しますけど、こういう人って血に足がついてますよね、物理的に。でもこうやって固まっててこうなってたら血に足がつきにくい状態になってしまうので、
足、これは治療科も患者さんもどちらもめちゃくちゃ大事なポイントだと思うので、ぜひ、チェックしてみてください。次はね、その足の裏とこの間、前の前回の動画から言った体のねじれっていうところを合わせて、普段僕がどこをポイントにして見てるかっていうのをお話ししたいと思います。というわけで次回の動画も楽しみにしておいてください。以上、新診療術整体の平木でした。ありがとうございました。